旧これクオリティって言うんですけど、まあターゲットに対してあなたの悩みを解決するのはこの私ですということですね、宣言する問題解決を約束するって感じですね。これは別に書かなくてもいいですよ。ネットに出てるやつなんで。それで検索すればできます。別に共感の部分ですね。私もないねんでした。これね、これが難しいって方はこれ使ってください。こっちの方。で、次が、自分の商品の良さや消費者の良さをアピールする。でも想像させるということですね。この商品を手に入れたら、こんな未来を待ってます。さっき言ったね、想像させる未来を想像させる。5番が、行動を促すことですよね。なんかいろいろややこしいって思ったらこれで全然構いません。今日はね、せっかくなんでこれ持ってきましたけども、このやつが書きやすいっちゃ書きやすいですかね。だから最初、例えば問題解決を約束するっていうことは、例えば今回のカフェ会であれば、みんなじゃない、何もっておかしいな、いろんな人脈を作る方法ってね、タイトルつけたりとかすると、まずなんかこう人脈作れるそうだなっていうふうに思ったり、あとは、今回は普通にね、今回は人脈をね、いっぱい作る方法をお話しますっていうだけで、これ約束されますよね。あ、私の問題解決してくれるんだと。そこで、興味の部分ですよね。今日はこんなお話をしますっていうふうに言い切ってもいいですけど、最初はね、言い切った方が書きやすいかもしれませんね。今日は何々を話しますっていう方がいいかもしれない。ただ、ナチュラルにブログ文とかね、ブログの文とか書けるようになってくると、最初からいきなりこう入る場合もあります。ただ、要はこれ興味を引ければいいわけですね。読んでて。で、次は、私もそうでした。っていうね、ストーリーの部分ですね。さっきから言ってますけど。で、今回はカフェ会について、お話ししましたけども、カフェ会の良さはこんな感じで。で、その次、カフェ会の、来ることによって、こんなことができるようになります。例えば、人脈がいっぱいできるようになったり、こういうセミナーにも参加できるし、知り合いがいっぱい増えて、飲み会とかもやってるし、楽しいですって。で、最後、あなたも、ぜひカフェ会に参加してみませんかみたいな。感じです。で、URL って感じでもいいんですけど、とりあえずはまだそんな URL をやらなくてもいいかなとは思います。今ね、Facebook とか Twitter とかアメブロとか教えてるんで、アメブロは最後に URL とかね載せないといけないですけど、 Facebook もねやたらめったりやったら、ね、結構うざいんで、初めはまず URL じゃなくてもいいと思います。 Facebook、Twitter とかね
受けてくれた人は分かるとは思いますけども、直接メッセージ系なんで、基本的に今私が推薦しているのは、まあ、多くなってくるまではですね、そのなんていうんですか、 Facebook、Twitter 直接メッセージをして、やってますけども、あの同時に母数が増えるって言いましたね。同時に母数が、例えば Facebook 5000人になった、 Twitter 1万人になったとしたら、こういう文章を書いてリンククリックってやるとクリックしてくれます。単純に1万人いるか、まだ10人しかいないのにやっても、まあ、そもそもデータも取れないし、ね、意味がないっていうか、ね、単純に何て言うんですか、100人のアンケートとか取らないと信じれないじゃないですか。よくテレビでね、あの街角アンケートとかね、100人に来ました、100人だったらまあと思いますけど、10人に来ましたって言われてね、1位これですって言われてもなんかええみたいな、それ少数だからでしょみたいな、偏るでしょそこみたいな、まあそうなります。だからブログで練習するのは一番やっぱいいですね、こういうコピーライティングというのは特に。なんでこの全て今日いろいろね、最後の方ちょっとテクニック的なことを話しましたけども、一番最初に言ったこと、セールスするとかね、あのターゲットを決めて、その人に書いて商品を売るっていうね、あの気持ちさえあれば、でもこのテンプレートそんなに使わなくてぶっちゃけ大丈夫です。実際は言いましたよね、最初にセールスの部分のパーセンテージを上げるために今日学んだわけですよね。だから根本は別にめちゃくちゃでもいいわけですね。だから逆に言えばね、根本は、だからラブレターの話をしましたけども、思いを伝わればいいですよね、ラブレターって。付き合えればいいじゃないですか、ゴールがねただ制約率高めるために学ぶわけです制約率養殖ね、綺麗にしたりとか、ね、話術を磨いたりとか、付き合うためにやるわけですよね、確率を上げるわけです。でも別にやんなくても告白もできるし、あの付き合う可能性はあるじゃないですか、ただ制約率を高めるためにいろいろ試行錯誤するわけです、男どもはねまあそういう話だから、それを今日学んだっていう感じなので、そのね、逆に学んでね、こうこの通りに書かないといけないからといって手が止まるんだったら無視した方がいいです、逆に言えば。結構ね、こうテンプレとかを出すと逆に止まっちゃう人結構多いんで、これ言うんですけど、僕毎回、僕もあの実際そうだったんで、なんかね、今もう いろいろね、情報が溢れてますから、いろんなテンプレートとかね、いろんな考え方とかが あるわけですね。その中で、あじゃあこの通りしなきゃいけない、この通りしなきゃいけないってね、思いすぎて、あの結局書けないとかね、結局こうできないってパターンが多いので、あの止まるのであれば、いや、普通の手紙でいいってことですね手が止まるのであれば、あのラブレターで、普通のラブレターでいいですってことです。いくまでも型としてやってて、ただあのこの全体的に流れっていうのは、ブログで練習はしてください。興味を興味づけして、共感を生んで、良さをアピールして、未来を想像させて行動させる、必ず意識して書いてください。これ簡単なパターンのやつですね。これでもあれですよ、あの対面セールスとか、みんなが、友達とね会話するときとかにも使えます、もちろん。そういうところでも練習してるといいです。最初興味づけして、ね、僕もさっきから私もそうでしたけどってよく言ってるじゃないですか。でこれはこうこうこうで、みんなはやるとこうなるよって言って、その後だからちゃんとやりましょうねって言ってるじゃないですか。だいたいこう流れし、何でもこう流れしてると、まあ、癖つきますから、こことか結構大事ですよ。やっぱ私もないないでしたっていうのはすごく大事です。ここってかなりストーリー性がありますから、さっきも言いましたけどね、ストーリーっていうみんな引き込まれるわけのところですが、ここかなり重要です。ここ入れれば入れるほど、その自分らしさっていうのも出ますし、その、なんていうんですか、ね、個性的になりますね、ここを入れると。
今日何時までですか？一応お部屋11時までなんですけど、はい、ここの部屋その後の予約がないので、あ、またちょっと行っても怒られない、またいてもいいんじゃねえか。あとは皆さんが何時に出ないといけないかだけ、はいはい、時間11時に帰らなきゃいけない人います。あ、います。あ、分かりました。じゃあ11時ちょうどに終わりましょうか。じゃあどういう感じなんですか。質問最後、じゃあ質問質疑応答いたしますけど、何かあるかいらっしゃいますか。結局落としどころとしては、いきなりね、セールセーター書くわけではないと思いますので、要はブログの文章の流れを良くするのを学んだと思っていただけるんです。まあね、いや、セールスレター、コピーライティング学びに来ましたよって方は全部ちゃんと思い返してほしいですけども、いやいやっていう、まあ、ブログ程度でしょ結局やるのはっていう方は、流れをブログの文章に落とし込むっていうだけで、まあ、作業だけでいいです。私も常にこれ見てブログ書いてます。基本的にあとこの部分だいたいこっちの方は僕もずっと見て書いてきたから、もうだいたいこの流れはもう頭入ってるんで見なくても大丈夫ですけど、まあ、その次がこっちって感じですかね。僕としては、まあ、それでこっちで、でも本当にこう1ページね、長いの書くって言ったらこっちって感じです。なんかブログとかだったらこっちとかこっちとかぐらいで全然大丈夫。あとね、最後のね、この、このね、11、12、じゃあ、ステップバイステップ教えてくれとか、俺リスクないからお前リスクやとか、そういうのは、ブログではね、表現したら結構変なんで、この辺はちょっと削除してもらいたいですね。この辺はでもね、本当に使います。ここまではちゃんと、なんかこれで見て書くと本当すぐ書けるようになるし、簡単に書けます。こういうね、なんかテンプレがあるとこれ見ながら書くっていうね、あの練習をしてもらって、でブログ、まだいまいちブログアクセスないとか、まだそんなやってないっていう方も、あの練習だと思って書いてもらうっていうのも重要ですし、僕もそうですけど、ブログで書いた記事とかをちっちゃくして Facebook とか Twitter にアップしてるんで、まあ Facebook コピペの人もいますけどね、 Twitter とか特に140文字しか入れれないんですから、なんかこうブログわーって書いてて、でこの辺に大体行動を促す時とか、このね、なんだ、読み終わった後に俺の問題解決できると感じさせてくれるとこあるじゃないですか。これとこの辺とかって結構いいことを言うわけですよね。そのなんか、名言的なね、フレーズが絶対ブログの中に入ります。これ書いてると、そうするとその名言文のところをツイッターにそこだけ、ね、アップするとか、そうするとちょっと名言っぽくなったりとかするんで、まあ僕はそういうふうにやってますね。だからTwitter はこうとかね、Facebook はこうとかっていうのはあんまり考えると結構ややこしくなっちゃうんで、1個ブログ書けばもうそれ全部それ使うみたいな、まあ焼き回しじゃないですけど、大体みんなそうしてます。メルマガもそうです。あれ、僕前回、まあね、セミナーの動画でもやったかもしれないですけど、Facebook かアメブロ僕最初書いて、その文章をコピペしてメルマガに貼って、メルマガの文章を LINE アットに貼って、 LINE アットの文章を短くして、Facebook に貼って、
Facebook の文章を弱くして Twitter に貼ってって僕毎日やってるんですよ。だからブログさえ書ければもう全部で使い回しできるんです。だから、このストーリーを考えて、まあ根本はね、いつもブログとか Facebook を書くことも言ってますけど、一番最初にね、こう MAX の一番難しいことっていうか、一番 最強の方法っていうかね、一番難しい、一番いい方法ですね。できたらこれをやったら一番いいっていう方法を知った方がいいので、今日僕を最後の方こうやってちょっとね難しいのをお話ししましたけども、これを知った上でじゃあ自分のレベルっていうか自分のねブログのレベルであればこの程度でいいかなとか、全体像を見たらこのピンポイントの大きいものを見たらちっちゃいものを見れるっていうのがあるじゃないですか。なんで今日は一番このコピーライターセールスレターというね、何十年ってコピーライターやってる人がやってるようなことをお話ししたんで、一見これやってくれって結構難しい話ですから、これを知った上で、ね、ブログでこの5個ぐらい、ね、使っていくというようなイメージでやっていただきたいと。でいざじゃあセールスレターとか知ってるって言われた時にこれ見せてあげてね知ってるよみたいなね、でまあそんなぐらいでいいかなと思ってます。まあ、自分でねセミナーを開催したりとか、ね、そのうちで来るかもしれませんし、なんかね友達と一緒にジョイントベンチャーをしてビジネスをして、でその時にセールスレターが必要になった時に役立ちますので、現状はブログで練習して時が来たら使うというような認識で、やっていってほしいなと思います、はい、それではちょうど11時ぐらいになりましたんで、これで今回のコピーライティングセミナーを終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。